10月1日です。港ね、風が変わって静かになりました。北西の風になりましたね。岸から吹いてます。思ったよりね、強い風が吹かなくてよかったです。昨日と同じ時間にね、遠州灘へ来てみました。台風16号ね、もうかなりね、東へねコースが逸れたので、これから波が収まっていく一方なんですけども、まだね、非常に大きな波が打ち寄せています。明日はね、かなり収まると思います。はい、風もね、変わって、昨日あったこの、木がね、ここにあったんですけども、ここへ移動してます。これ以上上がってないということは、昨日がピークだったということですよね。こちら今切れの方です。遥か沖から降りてますね。あそこは浅瀬があるのでね。あそこにね、あの100メートルぐらい向こうにね、ずり子があったんですけども、あのずり子がね、発達したんでしょうか、非常にね、砂浜がえぐれて、波も不規則ですよね、あそこ、あれがずり子です、非常にあそこね、侵食されましたね、砂浜がね、あんな感じでね、波が交差するように折れますね、深いところと浅いところがあるからね、海底によって解説しますので、あのような、規則の波ができます。あれが釣り子の特徴ですね。はい、こちらの方もね、あそこに釣り子がありますけど、ウドね、あの離岸流です。やはりあそこね、波が不規則になってますね。200メートルぐらい東ですね。あそこ波が不規則になってます。昨日よりさらにね、砂浜がね、侵食されたようですね。本当にフラットになって、ちょっとね、坂のようになってますね。ここのね、東の方はもうバイパスにもうね、ほぼはつくようにね、侵食されてますね。あのような状態ですと、大きな台風が接近して、この3倍ぐらいの波が来ますと、バイパスにね、道路に波が乗り上がってきますよね。危険です。北西西寄りの風がね、季節風として吹くようになると、砂が風で飛んできてね、またここ堆積するんですけどもね、それまではこんな状態でしょうかね。今度の台風でね、浜が、景色が変わりましたね。あそこにね、釣り子がありますけど、今からね、ちょっと見に行ってみましょうかね。漂着しているね、ものを見ますと、ヨシとかね、竹から雑草の幹ね、こういったおそらく川から出たんでしょう。長いね、こんな木も電信柱ぐらいね、ある木、こんなものも打ち寄せられてます。河川からね、流れ出た木がね、ここにね、打ち寄せています。釣り子のね、正面に来ました。すごいですね。先ほどはね、ここまで波来たんですよね。バイパスの近くまでね、波が来てます。ここまで来てありますね、波がね。すごいですね。こんな感じでバイパスのね、これはバイパスの上なんですけども、本当のこのね、下のところまでね、下のところをね、波打ち寄せてます。すごいですね。まだ濡れてますのでね、この辺も先ほど波来てますね。ちょっとね、砂浜がこうくぼんでますよね。こんな感じです。今ね、波が打ち寄せてきました。ちょっとね、やはりね、こう釣り子ウドの前っていうのはこう波が不規則なんですよね。かなりね、幅広くね、100メートル以上ありますかね、幅がね。大きい武将が早いですね。波が来るとあんな遥か遠く行ってしまいます。100メートルぐらい後退します。それがね、来るときは目と鼻の先まで来ますので、100メートルぐらいはね、波がね、打ち寄せたり引いたりするんですよね。今ね、不規則の波がね、ここで収束して打ち寄せてきました。
押し寄せてきます。打ち寄せる時にもね、斜めに来る波、ね、引く時にも斜めにこう後退して三角形に収束していくっていうのがよくわかりますよね。あの真ん中が深くなってるわけですよ。あそこへはまると一気にね足をすくわれて持ってかれます。はい、こんな感じで、ね、波が右と左から集まっていくのがわかりますね。こんな感じです。今ね、つながりがここにいたんですけど引っ込んできました。いつもはね、もっと波打ち際のね近くにいるんですけども、やはり台風でね、こんな陸地のね奥の方までね避難してきてるわけですよ。カニにとってもね、やはり、台風というのは大変なんですね。こんな海抜の高いところね、これは掘った後ですね。いつもはここの辺りにはね、カニの巣はあってももうほとんど住んでないんですけども、今はねまともにカニがこの中にいましたね。あそこがね、ずり子があった場所です。岸にね到達する波が一直線ではなく斜めになったりね、とんがってみたりいろいろ変化します。あれがずり子ですよね。それで引く力が非常に強いね。こんな感じです。